新南交通株式会社は、長野県飯田市に本社を置く、南新地方のバス会社、飯田市、下稲郡で、一般路線バスを運行しているが、主力は、飯田市と東京、名古屋方面への高速バス運行である。なお、一般路線バスについては2010年4月に、自主路線をすべて廃止し、南新州地域交通問題協議会の委託による、 広域バスとコミュニティバスの飯田市民バス、高木村民バスを運行している。新南交通から自動車学校に譲渡されたセンター、アンダーフロアエンジンバス日の BT511967 年式、詳細は各高速バス路線のリンク先を参照のこと、運行路線、編集名古屋線、編集一部昼上温泉経由、飯田、名古屋系統は、急行バス時代からの、 名阪線が正式な路線名であり、現在でも、隠し統計ではこの名称を使用している。新宿線、編集飯田営業所担当便、稲橋松川営業所担当便、京王バス東担当便は、無線 LAN サービスをがある。飯田営業所担当便、稲橋駒金営業所担当便、京王バス担当便は、無線 LAN サービスがあり、コンセントを備えている。 山梨交通担当便でも無線乱サービスが始まった。長野線、編集大阪線、編集運行経路運行回数、路線遠隔業無支援路線、編集交付線運行会社は、山梨交通と JR 東海バスだが、長野県川3停留所が当社のエリアであるため、2013年12月1日から予約業務に加わった。運行会社は、京王バス南、 稲バス、立川バス新南交通は運行に参画していないが、飯田営業所の車両停泊、乗務員休憩設備を京王バス南と立川バスに使用させている。従来は飯田市街から郊外の各町村等を結ぶ幹線系統が主流であったが、マイカー利用増大に伴う利用者源により、相次いで路線が整備された。平成期まで残った路線についても一部は、 コミュニティバスや乗り合いタクシーに移管されている。2010年4月にすべて移管され、駒場線、足間巡観線は2009年4月1日より、南新州地域交通問題協議会がダイヤを策定し、新南交通が受託運行する形態となっている。他方高齢化社会の到来、商業地、医療施設の移動、通学高校生の利用者確保といった時代の、 要請もあり、近年はこれら施設等を経由する路線、系統の新設という形での路線再編も進行している。広域バス、編集本社営業所担当系統平日朝夕の一部は、あち高校経由、私立病院経由及び、飯田高校発着あり、飯田市外から、霧石、伊賀漁、山本地区を経て、あち村の駒場へ至る、数少ない感染系統の一つ。かつては、 駒場から先、小和方面、その原方面、根場、名古屋方面、西内寺、渚方面への系統もあったが、乗客減等の事情により廃止された。私立病院経由は、アップルロード開通と、飯田市立病院移転に対応する形で、開設された。近年は、高校生の通学時間帯に、各高校へ延長、または経由する系統が追加されている。 アチコ経由の追加や高松への延長はその例である。私立病院経由の系統も、沿線に、飯田を井で長目高校や下井奈農業高校がある。ことから、高校生の利用も少なからずある。駒場方の終点は、駒場の先、曽山入り口である。同停留所の近くに折り返し施設がある。以前は車両を停泊していた。高木村、豊岡村方面への路線。駒の線。 一田循環線等が縮小され、他方で私立病院を経営するようになり、現在の系統体系となっている。和田営業所担当系統を平成に入り、旧南市野村及び旧条村からの自宅運行となった。後に両村が飯田市に合併され、事実上市民バスに近い位置づけとなっている。飯田線、平岡駅と円山橋を結ぶ系統、八幡トンネル開通に伴い、 炎山橋と飯田市内を直結すべく、従来のほどの系統を延長させた系統。同線の開通により、炎山橋から飯田市内への通学も可能となった。コミュニティバス、編集飯田市民バス級太平線の末裔新設系統。旧市街とアップルロード地区を結ぶ。最近は増便が続いている。高木村民バス一般路線。 編集1975年8月23日廃止駒場、ネバは西部コミュニティバスに移管道路事情で小型バスでの運行だった。1985年10月に廃止され、アチソンウェイバスへ移管。駒場生内時間はアチソンウェイバスへ移管。駒場港間は,はアチソンウェイバスへ移管。かつては下条村、山田川地まで乗り入れていた。かつて出雲区まで乗り入れていた。 飯田市民バスへ、遺憾かつては上、片桐駅まで乗り入れていた。2009年3月31日廃止され、乗り合いタクシーに遺憾京強牧村民バスに、遺憾京強牧村民バス遺憾飯田市民バス、遺憾飯田市民バス遺憾とようか、村営バス遺憾とようか、村営バス遺憾とようか、村営バスいか乗り合いタクシー遺憾南部公共バスに、遺憾南部公共バスに、遺憾阿南町民バスに、遺憾高速路線。 編集いいなかライナー号、いいなかライナー号、編集直行便昼み温泉経由便、歴史ベイブリッジ号、編集2008年3月15日までの停車停留所路線遠隔。ありがとうございます。